歩いてお金を稼ぐ方法。歩くことが健康的であることは誰もが知っていますが、実は歩くことでお金を稼ぐこともできるのです。今回は、歩いてお金を稼ぐ方法をご紹介します。1、ウォーキングアプリを利用する。ウォーキングアプリを利用することで、歩いた距離に応じてお金がもらえるというサービスがあります。代表的なものにスウェズコインがあります。1000歩歩くごとに 0.95 スウェットコインがもらえ、100スウェットコインで1ドルに換金することができます。健康的な生活とお金儲けを同時に実現できます。2、宅配便配達員になる。宅配便配達員は、毎日数キロもの距離を歩くことができます。Amazon のフレックスなどのサービスでは、自分の好きな時間帯に働けるため、副業としてもおすすめです。3、ウォーキングツアーガイドになる。観光客向けのウォーキングツアーガイドになることで、歩きながらお金を稼ぐことができます。自身が住んでいる地域の魅力や歴史をガイドすることで、観光客からチップをいただくこともできます。まとめると、歩くことは健康的なだけではなく、お金を稼ぐ手段としても活用することができます。個人事業主として働くこともできるため、副業としてもおすすめです。歩いてお金を稼ぐ方法は、ような方法があります。例えば、ポスト配達やチラシの配布、ウォーキング広告のキャンペーンなどがあります。また、自転車やスクーターで配達を行うサービスもあるため、自分に合った方法を見つけることが大切です。歩くことは健康的であり、お金を稼ぐこともできるため、積極的に取り組んでみる価値があります。また、健康的な生活は長い人生を送るために必要なことであり、お金を稼ぐこととともに健康管理にも意識を向けることが大切です。さらに、歩いてお金を稼ぐ方法としては、犬の散歩サービスもあります。都市部では、忙しい飼い主のために犬の散歩サービスを提供する会社が増えています。数時間にわたって犬と一緒に散歩することで、健康的に過ごすことができるだけでなく、報酬を得ることができます。最後に、歩いてお金を稼ぐ方法は無限にあります。自分の足を使って稼ぐことで、健康管理も兼ねることができます。自分に合った方法で、積極的に挑戦してみてはいかがでしょうか。